鎌倉武将紀行畠山重忠、クビアライド、鎧の私の場所に来ています。ここは旭区の総合庁舎のところにあるんですけども、ご覧の通り駐車場の入り口のところになっていて、畠山重忠と古戦場と書いてありますけども、まあ、実際にはですね、全然場所柄何の跡もないと。多分ここの、川があった場所と、その渡し、さっき鎧橋って言ってきたんですけど、そこの鎧橋のところとも、まあ、人工的に川っていうか公園みたいになってつながってるんですけど、渡しなんで、まあ、少なくともここまで川が寄せられてたわけではないでしょうけど、その合流点のところの、形状から見ると、ここはすごい平らというか丘の上のようなところになってるんで、多分私っていうのがここから出てたというよりは、その私で呼ばれてた場所で、実際には今住宅地になってるんでわからないですけど、川の位置がですね、結構分かれちゃってるんで、多分今護岸されてる川が下にありますけど、あそこもこう区画整理みたいな感じで、川持ってかれちゃってるんですよね。だからもともと湿地帯だったのか川があったのかちょっと分かりませんけど、まあ、いずれにしてもここはその鎧の渡しという場所になるそうです。これあくまで伝承ですよね。で、この井戸というのはここにその湧き水が出ていたということが書いてありますけど、まあその川付近ですよね、まあ、おそらくそういった水辺があったんだと思うんですけど、その、湧いてた井戸の一つがあって、それに対して、まあ、首を洗ったんだということを言ってるんだと思うんですよね。ですから多分まあ、すぐ首塚もすぐそばにあるんですけど、首塚のところはですね、まあ、結構整備されてるんですけど、ここはもうこういう駐車場になってしまってるんで、まあ、住宅地化してるんでしょうがないと思うんですけどね、まあ、いずれにしてもここで撃たれたと。で、撃たれた相手がですね、まあ、これもう一方的な北条型の勝ち戦で、まあ、北条義時がおそらく、まあ、2000程度の、兵力だったと思うんですけど、畠山重忠は別に戦しに鎌倉を攻めに行ったわけじゃないんで、その参集しろと言われて、まあ、一族郎党だけですよ、本当に身内だけですよ、150騎程度の人数だったと思うんですよね。もうそういうなんか反乱を起こすとかそういうことじゃないんですね。畠山重忠の乱とは言われてますけど、それは北条方からの見方で、勝手にそんなこと言って、本人は何の、だから逆に、まあ、その鎌倉武士の鏡じゃないんですけど、結局何も悪いことしてないと、だから来いと言われたから来ましたと、まあ、ある意味正直者ですよね。で、まあ、ここで、まあ、その大軍じゃどうにもならないですよ。で、まあ、囲まれて、まあ、討ち取られたと。まあ、ここで重忠公の一族郎党はほとんど討ち取られてますよね。まあ、特にその元の原因となった関首塚で話しましたけど、畠山重康はもう先に討たれてたんですよね。それ知らずに進軍してたわけですから、進軍というか、鎌倉に行こうとしてたわけですから、まあそれもちょっと悲惨な結果ということで、まあ、大官の方で大力の持ち主で、まあ、42歳ですから、まあ、当時としてはその年齢だったと思いますけど、まあ、比較的こういった方をこんな形で失うというのは、まあ、非常に残念だと思うんですけどもね。まあ、相手が弓の名手愛好三郎、愛好というのは今の三上の愛好軍ですよね。愛好町、愛好町、その関係の、での、末高子という方が撃った矢に当たったということが言われているようですよね。まあ、ちょっとその実際ここで重忠公の首を洗い清めたと言われる井戸が影も形もないんで、これあくまで伝承で、その水の湧いてたっていう話もさっきのようなその川筋から想定でしかないんですけど、大昔の、まあ、江戸時代の地図ぐらいあればまだ少しはねあれなんですけど、まあ残っていないというところで、ちょっとあくまで伝承の場所になりますけども、はい、畠山重忠公、首を打たれ、その首が洗われた井戸があった場所、首洗い井戸と、あとその私があったと言われる鎧の私の跡地でした。